アプリケーション開発やゲーム開発もできるプログラミング言語 C シャープ。 C シャープではどんなアプリが作れるんだろう。 C シャープでできることやメリットが知りたいな、このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。 C シャープの特徴やできること、メリットなどについて詳しく見ていきましょう。この動画ではC シャープの将来性についても解説しているので、学ぶべきか判断したい方にもおすすめなので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったら、チャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマは C シャープについてです。C シャープはプログラミング言語の一つです。ウェブアプリケーション開発、ゲーム開発など様々なアプリケーションが開発できるのが特徴です。ただ C シャープの具体的な特徴やできることのイメージが湧かない、そもそも C シャープを使うメリットって何があるんだろうと疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。この動画を見れば C シャープの概要、できること、2つのメリット、将来性について知ることができます。では早速 C シャープの概要について解説していきます。C シャープとはマイクロソフトが開発したプログラミング言語です。有名なプログラミング言語 C++ や Java と同じくオブジェクト指向でプログラムが作れます。オブジェクト指向とはものと機能、ものができる役割に分けてプログラムを作る方法のこと。似たようなものや機能を作るときに一度書いたプログラムを流用できるので開発しやすいのが特徴です。オブジェクト指向については他の動画でも詳しく解説しています。概要欄で紹介しているので興味がある方は見てみましょう。ちなみに C シャープと似た言語に C 言語や C++ などがありますが、これは別のプログラミング言語です。 C 言語や C++ との大きな違いはロボットプログラミングができるかどうかです。 C シャープでもいろんなアプリが開発できますが、ロボットを動かすプログラムが作りたいという場合は C 言語や C++ がおすすめです。3つの言語の違いについては別の動画でも解説しています。概要欄に載せているので参考にしてみてください。続いて C シャープでできることについて見ていきましょう。 C シャープでは1、 Windows アプリケーション開発、2、ゲーム開発、3、 Web アプリケーション開発、このような開発ができます。1つ目は Windows アプリケーション開発です。 C シャープではWindows のパソコン用のアプリケーション開発ができます。例えば次のように画面に必要なものを配置しながら簡単に画面が作れます。これは C シャープで実際に画面を作る時のイメージです。画面の右側にあるツールボックスの中からテキストボックス、ボタンなど画面に必要な要素をドラッグ&ドロップするだけで簡単に画面が作れます。画面が簡単に作れる機能があるためアプリケーションが作りやすいです。2つ目はゲーム開発です。 C シャープではゲーム開発ができます。ゲーム開発ができるソフトに Unity がありますが、 Unity を使ってゲーム開発をするときにも C シャープが使えるのです。 Unity ではスマホ、PlayStation 4、Switch など様々なゲーム開発ができます。例えば Unity では次のように人気のスマホアプリも出ています。白猫プロジェクト、タップやスライドなどで敵を倒して楽しむアクションゲーム、ポケモン GO、 爆発的な人気となったポケモンが捕まえられる AR アプリケーション。ちなみに AR アプリケーションとは実際にはない存在を画面で見れるようにしたアプリケーションのこと。ポケモン GO の場合は画面を通して現実世界にポケモンがいるかのように見れたり実際に捕まえたりできます。個人でゲームを開発してリリースすることもできるので、ゲーム開発がしたいという人にも C シャープや Unity はおすすめです。ちなみに Unity については概要欄に詳しく解説した記事を載せています。そちらも合わせて確認してみてください。3つ目は Web アプリケーション開発です。 C シャープでは Web アプリケーションも作れます。 Web アプリケーションとは Chrome などの Web ブラウザ上で動くアプリケーションのこと。もともと C シャープは Web アプリケーション開発ができませんでした。しかし Windows アプリケーション開発者でも簡単に Web アプリケーションが作れるように途中から機能が追加されたのです。なので Windows アプリケーション開発からスタートしても Web アプリケーション開発からスタートしてもどちらも開発できるようになる。このようにどちらのルートも目指せるようになったので、さまざまな開発スキルを身につけることができます。他にも C シャープを利用するメリットはたくさんあります。次に C シャープのメリットを見ていきましょう。メリットは
次の2つです。1、開発環境が無料で簡単に準備できる。2、C シャープだけで様々なアプリケーションが作れる。1つ目は開発環境が無料で簡単に準備できるです。 C シャープの開発はビジュアルスタジオというソフトウェアをインストールするだけですぐに作れます。ビジュアルスタジオは無料版も用意されているので準備しやすいのが魅力です。2つ目は C シャープだけで様々なアプリケーションが作れるです。C シャープで作れるアプリケーションを一覧で紹介します。このように様々なアプリケーション開発ができるようになります。 C シャープの書き方をマスターすれば作れるアプリケーションの幅が広がるのでおすすめです。最後に C シャープの将来性についても解説します。結論から言うと、1、作れるアプリケーションが多い。2、マイクロソフトが開発した言語。この2つの理由で将来性は高いと言えます。また大手求人サイトを確認しても求人数も多いです。例えば求人サイトデューダでは C シャープの案件が1404件もありました。やはり開発できるアプリが多いため案件数も多いようですね。またマイクロソフトが開発した言語であることから今後も機能拡張されることが予想できます。より開発できるアプリが増えたり開発ソフトウェアのビジュアルスタジオが使いやすくなったりと今後も期待できますね。そのため時代が大きく変わっても C シャープの案件が途絶えることは少ないのではないでしょうか。最後に今回の動画をまとめると、 C シャープとは様々なアプリケーションが開発できるプログラミング言語。 C 言語と C++ との大きな違いはロボットプログラミングができないこと。 C シャープでは以下のようなアプリが作れる。1、Windows アプリケーション。2、ゲーム。3、Web アプリケーション。C シャープのメリットは次の2つ。1、開発環境が無料で簡単に準備できる。2、C シャープだけで様々なアプリケーションが作れる。C シャープは以下2つの理由により将来性も高い。1、作れるアプリケーションが多い。2、マイクロソフトが開発した言語。こちらになります。今まで C シャープの特徴やメリットがわからなかったという方も、この動画を見ることで C シャープの特徴やできること、利用するメリット、将来性などがなんとなく理解していただけたと思います。今回の動画で取り上げた C シャープについては概要欄にある記事でも詳しく解説しています。動画と合わせてご覧いただくとより一層理解が深まるのでおすすめです。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので楽しみにしていてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エンジニアって稼げそう。しかも将来性も高そうだし、エンジニアに転職して働いてみたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、どう学習すればいいのかな。そんな悩みを抱えるあなた、まずはサムライエンジニア塾の無料体験レッスンを受けてみませんか。無料体験レッスンではまずエンジニアとしてどんな未来を描きたいのか、あなたの未来像を伺います。そしてあなたの未来像を達成するための最適な学習プランや学ぶべき言語をご提案します。あなたにぴったりの学習プランが分かれば、最短ルートでエンジニアになる夢を叶えるための学習を始めることができます。プログラミングを独学で学ぶ人も多いですが、独学者の10人に約9人が挫折をしてしまっています。まずは挫折しにくい環境を作るために最も効率的な学習プランを作成して、サムライエンジニア塾と一緒にエンジニアへの道を目指しましょう。無料体験レッスンはカレンダーから簡単に予約可能です。オンラインでも受講可能なので気軽に受けることができます。無料体験レッスンの予約枠には限りがありますので、概要欄の URL からお早めに予約してくださいね。